バイキング時代のデンマーク。南端にヘゼビューがある。ヘゼビューに復元された家屋。半円状に築かれた土塁。ヘゼビューは、かつてデンマークのバイキングが居住した重要な定住地。ルーンの綴りを復活させたドイツ名ハイタブでも知られる。中世デンマークにおいて、ロスキレ、オーフス、リーベ、ビボー、イェリング、リンホルム、ルンドなど共に大規模な都市であったとされる。 ヘーゼビューは今日シュライフィオルドとして知られるバルト海へと通じる狭いながら航行可能な入りへの一番奥に発展した商業地だった。河口が北海に通じるアイダー川の支流トレーネ川までの陸上輸送が 15km 未満であるなどヘーゼビューは立地条件に恵まれていた。荷物やバイキング船は陸路で運搬できた。このルートは バルト海と北海の間をほとんど航路を途切れさせず、危険なユトランド海溝も回避することが可能だったため、ヘゼビューは利便性の高い街となり、バイキング時代を通じて北欧諸国で最大かつ、デンマークで最も古い都市になった。1864年オーストリアとプロイセン王国の間で勃発した第二次、シュレースビヒホルシュタイン戦争でデンマークは、 ヘーゼビューを含む領地を失った。国境地域をめぐる争いとそれによる国境の移動の結果ヘーゼビューの遺跡は現在ドイツ最北のシュレースビヒホルシュタイン州にある。ほぼ1000年前に放棄されたが、ヘーゼビューは現在非常に重要な遺跡である。遺跡が発掘された後、1985年に博物館が開館された。2018年には、 周辺のダーネビア家と共に、ヘーゼビューとダーネビア家の考古学的境界線群として、ユネスコの世界遺産リストに登録された。カール大帝に仕えていた、フランク人、アインハルトの年代記によれば、おそらく基礎は770年頃にできたようである。808年デンマーク王ゴズフレズは、カール大帝のザクセン征服に対抗し、 競合関係にあるスラブ系のオボトリート族の商業地レリクを滅ぼして商人たちをヘーゼビューに連行した。これがヘーゼビュー発達の最初の刺激となったかもしれない。同じ資料によればゴズフレズはユトランド半島を東西に横切りヘーゼビューの防御壁とつながる土塁ダーネビア系を増強した。土塁は西の湿地からバルト海に続く。 東のシュライフィオルドまで続いていた。町は東を除く陸に向かった三方向土塁で囲まれていたが、九世紀の終わり頃には、町の北側と南側の土塁は放置され、中央部分にあたる西側が残った。後に高さ9メートルの半円形の壁が、西から町に続く道を守るために建設された。新たに築かれた、この土塁の東側は、シュライフィオルドと最も入り込んだ。 先端部ハッテビノールで接していた。シュトリュグの石碑ヘーゼビューバイキング博物館像。ヘーゼビューは、フランク王国スカンディナビア間や、バルト、北海間など主要な交易路に位置する、地理的な立地条件により重要な商業地になった。800年から1000年の間増大したバイキングの経済力は、ヘーゼビューを交易の中心地として、劇的に拡大させた。以下は、 ヘゼビューの重要性を示す例である。ヘゼビューは、デンマーク領だったが、9世紀の終わりの10年から10世紀の、初めにかけて、スウェーデン王朝の海祖、オーロフの支配下に置かれ、彼の息子グードと、グヌパが治めたとされているが、これは、ブレーメンのアダムの記述とヘゼビュー近郊で見つかった、オーロフの孫シトリグ・グヌパソンの母、アスフリドが建てた2期のルーン石碑に裏付けられている。 しかし934年には東フランク王ハインリヒ一世に征服され、ハインリヒ一世は強制的にグヌパを洗礼させて貢献を課した。974年には法的に新聖ローマ帝国へ併合された。983年、デンマークオースベン二世は激戦の末に奪還したが、1050年、ヘーゼビューはデンマークと対立するノルウェーのハーラル三世により、 破壊された。王は校内に数隻の燃える船を送り込んで町に火を放った。最近の発掘調査で、シュライ川の底に焦げた名残が見つかっている。スノーリが引用したノルウェーのスカルド市に破壊の様子が次のように歌われている。ハーラル賛成による破壊の後1066年にはスラブ人がヘゼビューで略奪を行い再び町を破壊した。住民は ヘゼビューを放棄し、シュライフィオルドを横切って、シュレースビッヒの街へ移り住んだ。ヘゼビューでの人生は短く雑然としていた。小さな家が5番の目ように密集して建てられ、住人の寿命は30から40歳で、これより長生きするのは稀だった。考古学的な研究により、晩年彼らは結核のような重い病気に苦しんだことがわかっている。さらに、 男性の化粧や女性の権利など現代では驚くような事実もわかっている。ユダヤ系アラブ人の旅行者、イブラヒム・アルタルはしばしば引用されるヘーゼビューの生活について最も興味深い記録を提供してくれる。アルタルはヘーゼビューに比べてかなり豊かで快適に生活できるスペインのコルドバからこの地を訪れている。そのため彼はヘーゼビューが スカンディナビア人にとって重要な位置を占めるという印象は受けなかったようだ。現代のヨーロッパとバイキング時代の両方でヘゼビューを指す名前と綴りには様々なものがあるためわかりにくくなっている。ドイツ語の表記はコノルド語名を復活させたものである。ドイツ語では通常ラテン語の綴りを用いるが奇妙なことにこの場合はルーン文字に基づく綴り方が好まれた。 これは現在、ヘゼビューにある博物館の名称にも反映されている。以下は他の伝統的言語に見られる名称である。当時何語が用いられたかによるが、この二つの名前は同じ定住地に対して混同されて使われた可能性もある。しかし、ヘゼビューとシュレースビヒという二つの定住地が近接して存在していた事実がこれの問題を難しくする。今日では、 ヘゼビューは、シュレイフィーヨルドの南側にあったが、同時に北側にも、定住地ができて成長したものとされている。二つ目は、現在に至るまで、歴史的に途切れることなく、居住地として継続し、ヘゼビューに付けられた第二の名前を受け継いで、シュレイスビヒとして知られる町になり、町のある州にもこの名前が付けられた。放棄された後に起きた、海面上昇により、ヘゼビューの構築物は、 完全に消滅した。この居住地がどこにあったのかすら忘れられていたが、これが後年の考古学調査に幸いしたことが分かった。バイキング博物館の外観。考古学的な調査は遺跡の再発見を1900年に開始され、発掘作業は続く15年間にわたって継続された。その後1930年と1939年にも発掘が行われた。 これらの調査は、主に二つの要因すなわち、破壊された後840年近く跡地に新たな町が作られなかったことと、土地が高級的に水浸しになり木や他の腐食しやすいものが保存されたおかげで、実りのあるものになった。第二次世界大戦後の1959年に、発掘調査は再開され、断続的ではあるが、現在も続けられている。 定住地の周りを囲んでいた堤防が発掘され、港の一部も浚渫された。また、校舎の発掘作業の際に、校内でバイキング船の残骸が発見された。これだけの成果を上げているにもかかわらず、調査が済んでいるのは、居住地の全体の5%、港に至っては1%に過ぎない。なお発掘物の中で重要なものは、現在遺跡に隣接する。 ヘイゼビューバイキング博物館に展示されている。復元された家。2005年に大掛かりな再建計画が遺跡の現地で始められた。考古学的な分析の結果に基づき、バイキングの家が忠実に復元されている。ありがとうございます。